はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の二直線のなす角についてお送りします。で、前回と前々回使ってね、加法定理やらせてもらって、まぁ、ちょっと話変わるんですが、今回二直線のなす角についてやっていきます。で、今回もポイントがあって、ポイント7に1問で、あとは問題が3問計4問となっておりますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば今からね、全部やっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。もうじゃあ早速ね、まずポイントの方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。では行きましょう。で、今回、まあ、2直線、2つの直線だよね、のなす角についてやっていくんですけど、なす角って何かっていうところからちょっと行きます。で、これはですね、まあ、直線が2つあると。で、ちょっと消しちゃいますけど、後でこういう直線と、じゃあこういう直線が2つあるとします。で、なす角っていうのは、その2つの直線によって作られる角です。だから、ここと、もうこっちもそうだよね、角作ってるから、これがなす角なんだけど、今回一つの公式を覚えてもらうんだけど、それは A 角の方を求めるときに使うので、この A 角ね、こっちじゃない、よいしょ、この部分を出してるんだと思っておいてください、イメージとしてね。で、話を戻すと、その交わる二直線 Y イコール M1X プラス N1 と Y イコール M2X プラス N2 です。まあ、二つ直線があると。で、それが垂直でないとき、垂直だと90度になっちゃうからね、A 角作れないんで。で、そのなす A 角をシータとすると、いきなり角度が出るんではなくて、タンジェントシータを求めることができます。で、この公式を覚えてください。で、絶対値使います、これ。絶対値。で、また分数なんでね、タンジェントね。で、分母が、1プラス M1N2 です。つまり傾きね、これ結局切片関係ないんです、全くもって。だから N1 と N2 出てこないです、 M の方だけね、傾きの方だけで、分子上に乗るのが M1-N1 となります。間違ったN にしてしまった。 M1-M2 だね。で、絶対値を閉じると。ちょっとごめん、汚くなっちゃった。これが公式です。絶対値の1プラス M1M2 分の M1-M2 です。前回の加法定理でタンジェント α-β の方、ポイントの右側にあったやつで、それの似てるんです。1プラス、あの時はタンジェント α タンジェント β 分のタンジェント α- タンジェント β だったんです。それが傾きに変わっただけ、あれと符号同じだからね。で、それに絶対値がついたバージョンだと思ってください。で、これを使って、全部使わないんだけど、本当は。使わないんだけど、それ使いながら、二直線のなす角シータを求めます。ただし、シータは0から2分の π。つまり0度から90度。A 角ってことだね。で、これはですね、もう公式使うだけです。で、ちょっと、普通こっちから行くべきなんだろうけど、こう行かせて、2、3、4っていう感じ。いいかな。こういう流れです。じゃあ、まず2番行きましょう。で、多分1番ね、もし止まる、うんって思う子が多いのは3番かな、もしかしたら。そう。まあ、後で言うね。で、2番はまたあの公式をね、普通に使っていくんですけど、さっきも言ったように、傾きだけです。切片関係ない。だから、これいらないですもん、プラス5。どうでもいいっていう。で、マイナス3と2。それが傾きだから、そのまま突っ込んでいくと、タンジェントシータイコール、絶対値、分数書いちゃうか。1でしょ。で、今あそこかけなきゃいけないから、マイナス3かける2です。つまりマイナス6ね。だから1マイナス6で分子いくと、マイナス3引く2になるから、これも当てはめただけね、こうなります。そうするとマイナス5分のマイナス5になるから、絶対値1ですね。ちょっとこれこう分かりやすくしようか。絶対値1で、絶対値1っていうのは1だから、こうなる。つまりタンジェントシータが1なんです。で、タンジェントシータが1ってことは、タンジェントが1になるのって45度だよね。もちろん225度もあるけど、今この範囲がこっちだからさ、0度から90度 A 角だけなので、シータは45度って分かる。で、45度、それをね、 π を使って表せば、
4分の π ですよねって。これで終了です。いいかな。まあ、これが公式使ったやり方で、次なんです、問題が。まあ、さっきも言ったけどね、3番がちょっと止まる子が多いかもしれない、もしかしたら。で、なぜかっていうと、これさっきも同じようにね、傾き勝負でやっていくとルート3でしょ、こっち1でしょ、で当てはめるじゃん。それね、タンジェント計算するんだけど、タンジェントシータがこうやって分かる数字にならないんです。タンジェント、みんなが分かる数字っていうのはルート3分の1もしくは1もしくはルート3です。それだとマイナスバージョンね。で、それにならないの、これやっても。だからあれってなりやすいんですけど、これ実はですね、一番止まる子が多いかもしれないけど一番簡単なんです。公式使わなくて解けるから。で、どういうことかっていうと、これちょっと図でいきますね。ちょっと黒にしようかな。X 軸と Y 軸をね、こう書くじゃないですか、 X と Y って。で、まず Y イコールルート 3X っていうのは原点通って傾きルート3でしょ。つまりこういう感じなんですけど、これ傾きがルート3、これタンジェントシータがルート3の時とね同じなんですけど、これここの角度、ルート3になるのって60度の時じゃんか。つまりここ60度なんです、今傾きルート3だから。で、もう一個 y イコール x マイナス5です。で、これ本当は切片マイナス5だから下の方からこうなんなきゃいけないんです。いけないんですけど、実際こうなってるのを上に持っていってもなす角って同じなのね。いい。これどういうことかっていうと、例えばちょっとこじ出すよ。この直線本当はマイナス5だから下の方なんです。ちょっともっと下行こうか。この辺かな、多分こういう感じだからもっと下に。でもここでなす角度を、それを上にジューって持ってくる平行移動でね、こうやって。で、例えばそれを原点にして、ここを原点に持ってきても、ここのなす角とここのなす角は変わらないから、だから切片無視でいいの。だって平行移動しちゃえば同じなんだもん、なす角はね。で、考えやすいようにマイナス5を無視して原点通って傾き1だって考えます。そうすると傾き1だから、まあ、こんな感じになるよね。で、ここもそうで、さっきルート3だから60度なんだよ、タンジェントの値を思い出してね。で、今1じゃん、ここ1ってことは、さっきもやりましたけど1は45度だよね。だからここの部分ちょっと見にくかった、ごめんね。傾き1だから45度なので、結局なす角を今出したいから、なす角ってそこにも書いたけど色が違った、ごめん。ここね、ここ、この直線とこの直線のなす角だから。ってことはもう図でわかるように、60から45度引いたらもうなるでしょ。つまり15度なんだよ、なす角っていうのは。だから15度で、それを π を使って表すので、答えはここでいっか、12分の π、 15度だからね。これで OK になります。だからこっちは図で勝負なんだよね、この2番に関しては。たまに出るこのパターンで、どう気づけばいいかっていうと、もう傾きだけ見ます。傾きがルート3分の1、ルート3、もしくはそのマイナスバージョンの時は角度が分かるから、みんなタンジェントだったら知ってるからさ。でもさっきみたいにマイナス3とか2ってのは分からないじゃん、何度か。だから公式使うしかない。で、ほとんどのバージョンは公式です。そう。なんだけど、たまに定期テストとかでひょろっと出してくる先生がいるんで、こういうパターンを。だから一応覚えておくといいです。で、3番ですね。3番はまた公式なんですけど、まず傾きが分からねえっていう両方。だから整理します。ちゃんと y イコールにね。で、整理すると、ぶっちゃけ切片いらないんで、傾きさえ分かればいいんだけど、ちょっと一応書こうか、ちゃんと。持ってきてマイナス2で割るから、2分のルート 3x マイナス2か。これが左側だね。で、こっちは持ってくるだけでいいから、y イコールマイナス3ルート3。x プラス2と。で、必要なのは傾き2分のルート3とマイナス3ルート3です。でもこれだと何度ってわからないからさ。だから公式勝負でいきます。で、ルート入ってるんで、やっべ、めんどくさそうっていう感じもするんですけど、意外とね、やっぱ綺麗になる、ちゃんと。角度わかるためにはこういう数字になんなきゃいけないからさ。で、やっていくと、さて入るだろうか。タンジェントシータこれ入ってるかな？あ、いけるね。で、いこうか。
絶対値。ちょっと暗算入れながらで申し訳ないんですけど、1でしょ。で、かけます、ここ。こことここ。かけてマイナスだから、こうなって、ルート無視したら、2分の3なのね、まず。で、ルート3かけるルート3だから、3になるので、2分の9になります、結局。2ルート3かける3ルート3。まあ、マイナス3ルート3だね。2分の9。で、分子には、まずこれ持ってきて、2分のルート3。で、マイナスなんだけど、ここマイナスいるから、プラスに変わって3ルート3になります。で、閉じると。で、分子これ計算できるね。ルート3で同じだから。で、計算すると、こっち2分の1でしょ。ルート3にくっついてるのは。こっち3だから2分の6だね、つまり。で、足して2分の7ルート3になります。で、これ分数分の分数になるから、まあ、どう考えてもいいんだけど、結局、5分の、ちょっと手出そうか。5分の、入ってる。5分の3ってあるじゃん。5分の3って3割る5だからね。これ小学校でやったやつ。5分の3は3割る5だと。だから結局、上の分子割る分母で考えればいいから、分子が2分の7ルート3なんでしょ？出したら。おっと、聞こえね。で、割る下。1マイナス2分の9。これ、マイナス2分の7です。カッコつけようか。マイナス2分の7と。閉じる。で、これ計算するとこれ逆数に変わるから、2となら綺麗に消えるんだよね。で、結局、マイナスルート3になります。絶対値ね。で、これは絶対値、ね、外すときマイナス取れるから、結局ルート3になる。こうやって。だから、タンジェントシータがルート3になるとき。ルート3っていうのはさっきのやってたけど、60度のときでしょ。だから、60度。なので、シータイコール3分の π と。いいかな、これで OK になります。でさっきあれだね、ちょっと θ イコール書いとこうか、ここも。まあ、ぜひこんな感じでやってみてください。では今回は高校数学数2の二直線のなす角についてお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回また話が変わって、次、点の回転っていうのを1個だけ取ります。なので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。